小池晃君。年金記録改ざん問題について聞きます。で、先ほどの第三者委員会の斡旋事案で年金の記録改ざんの問題で同様の処理がされている同僚の方についてアクセスしている、連絡しているというふうに石井さんおっしゃいましたけども、いつからやってますか。先週でございますけれども着手しているわけでございます。小池晃君。要するにね、9月9日のこの報告からやってるっていうんですけども、運営部長はね、昨年12月25日に私この委員会でこのことを取り上げたんですよ。で、総務省の第三者委員会で実際改ざんが行われているということが同定されていて、で、同僚の方についても同様の処理を行われた可能性があるというふうに第三者委員会はちゃんと認定している。で、私この同僚の方にすぐに連絡すべきじゃないかというふうに言ったときに、石井さんはね、同僚の従業員の方々に対してお知らせを行い、必要な訂正を行うことを検討するとおっしゃいました。9ヶ月間何もやってなかった。なぜですか。石井運営部長。お答え申し上げます。確かに昨年の12月の25日の質疑でそういうお尋ねをいただきまして、そういう趣旨のことをお答え申し上げたことを明確に覚えております。それでその時にその検討させていただくというふうに申し上げたわけでございますけれども、私どもきちんと調べさせていただいて把握できたその事実関係をもとにしてですね、手続きを進めるのが妥当だろうということで大変恐縮でございますけれども、ここにまたかかったというのが経緯でございます。小池君。理由になってないですよ。だって分かってたんですよ、その時点で。それ原因調べるのは同時並行でやる、直ちに。だってその人たちにとってみれば年金受け取れないっていう財産権の侵害じゃないですか。大臣ね、大臣は会見でも今日もとにかく一番大事なことは被害者救済だとおっしゃった。で、とにかく被害に遭った方の年金元に戻すこと、これに全力を挙げると言った。しかしね、現場ではこの問題、去年の12月にもう第三者委員会でね認定されてるのに9ヶ月間何もやってないんですよ。で、住所がわからないとか亡くなった人いるかもしれないって言うけど、この9ヶ月間にできることあったはずじゃないですか。これ責任ね、私ね重大だと思いますが、大臣いかがですか。松添大臣。事情は今石井部長が申し上げた通りですけれども、全力を挙げて早急にこれは取り組んでいきたいというふうに思っております。小池君。ダメですよ、大臣ね。だって去年の12月にね、私は指摘したんです、同僚の方に。で、これね、この斡旋事案だけでも170人だし、もっともっと膨大にいるわけでしょ。こういう人たちに対して9ヶ月間にわたり連絡すらしなかった責任をどう考えるのか。1日も早く回復をすると、はい、記録を回復するという努力であります。小池君。私はね、こういうやり方にやはり社会保険庁、厚生労働省がいかに年金の受給権というのを軽んじているかということがはっきり出ているように思うんです。で、それからね、その組織的な関与ということについてですが、やっぱり背景にあるのはやっぱり組織的にね、とにかく徴収率を向上させる、その一本やりでやってきた、それがあると思うんです。ここに私持ってまいりましたのは社会保険庁が作成した滞納処分マニュアルで、これ見るとね、どんなことが書いてあるかというと、例えばね、融資が決まらない場合は銀行に確認するんだと。で、これにより融資が実行されないという心配もあるが、融資がなかなか決定しないということはそれだけ事業所の状況が悪いということだと。銀行に社会保険事務所が連絡したら企業にとっては大変なことになるじゃないですか。それからね、旅館やホテルは予約受付用の電話加入券の差し押さえは効果的であると、こんなことも書いてある。倒産直後は売掛金等の財産が多く存在する場合が多く、差し押さえを行ってもトラブルが発生する可能性少ないことから、保険料の回収には絶好のチャンスである、こんなことも書いてある。で、ね、やり取りの例も載せられていて、その会社の方からね、差し押さえられれば会社潰れる、社員のことはどうでもいいんですかと聞かれたらば、倒産を意図して行う処分ではありません。結果的にそのような事態に遭遇することはあり得ると思いますが、だからといって処分を見まくると差し押さえができるとする法律は有名無実化し、行政として対抗できないこととなってしまいます。申し訳ありませんが、自力で問題解消を図るべくご検討くださいと、こういう対応しろと。まさにね、この倒産に追い込むようなね、こういうやり方を具体的にこう指南しているわけですよ。で、私はね、こういうことから見れば、結局ね、この背景にあるのはこれだけギリ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 ね、もう徴収率上げるためにもうサラ金まがいですよ、このマニュアルは。
こういう形でやってきて、おそらく報奨金なんて話もあったけども、そういうこともやったんでしょう。とにかく徴収率を上げろ上げろという中でね、やっぱりこれは生まれてきた。事務局を挙げて徴収体制 の, その強化一本やりという号令がね、結局国民の年金権はないがしろにすると、年金正しくするやる給付するという業務よりも徴収率を 0. 何パーセントでも上げるということが最優先だと、こういう中でね、今日の事態がまさに生まれてきた、まさに組織的な社会保険庁全体のね、体質の表れじゃないかというふうに私は思うんですが、大臣いかがですか。長期的なこの制度設計についても考えてみたいと思っております。小池君。やっぱり私は制度設計以前にね、行政の姿勢の問題だと思うんです。これちょっと今日資料でお配りしたのは、これは国民年金ですけれども、実際今もこんなことやられている。これはあの国民年金の保険料の滞納されている方の、これは実はお父さんに送られている文書なんです。でこれ受け取った方は盲学校の先生やられて全盲の方なんですね。だから知り合いの人に読んでもらって中身を見てびっくりしたと。要するにその納付せよと、息子さんの分のですね、滞納分について。で星印でこの処分によって予想される信用失墜等の諸事情については、当初では責任を負いかねますのでご了承くださいということで、2枚目にはもうこういうですね、次々口座の調査やる、キャッシュカード使用できなくなる、不当たりとなることがあります、うんぬんというね、もう脅迫めいたものが送られてきてるわけですね。で私はね、やっぱりその年金受給権ということをこうないがしろにして、今こういうことを社会保険庁がの送るっていう資格があるのかと。信用失墜の諸事情についてって、信用してんの失墜してるのはまさに年金行政じゃないですか。でね、私ね、年金受給権ないがしろにして、取り立てはサラ金並みにね、こういうご本人じゃないですよ、これあのお父さんに送られたって言うんですよ。それでびっくりしたってことで私どものところに送られてきた。こういう私はね、今の年金行政の姿勢そのものが問われてるんじゃないか。まさにこの年金改ざん問題っていうのはそのことが問われている事案ではないかというふうに考えるんですが、大臣そこを見直すという議論必要じゃないですか。松井大臣。未納問題に対してどう対応するかというときの一つの切り札が税金であろうという話なんです。小池君。私は税ではない社会保障制度だから言ってるんですよ、こういうやり方でいいのかと。でその年金受給権を守るというけれども、肝心の例えばね、改ざんされている実際の受給者に対して連絡すら取っていない、9ヶ月間放置しているというのはまさに今の社会保険庁じゃないですか。でしかもこの背景にあるのはこういうそのまさにね、本当に徴収ありきの受給、年金給付はもうそっちのけにしてね、徴収率だけ上げるということが問われているんだというふうに思います。そこを見直さなければ私は本当の改革にならないし、この問題次から次へと出てくるというふうに思います。後期高齢者医療制度の問題なんですが、10月15日に4回目の天引きがあり、今回からは天引きの対象を拡大します。で65歳以上の国民健康保険の加入者を含めると、天引きの対象者ってどれだけ増えるのか、保健局長答えてください。国民健康保険の被保険者、これは65歳から74歳までの方のみの世帯でありますが、約300万人、それから長寿医療制度の被保険者、約90万人でございます。次に長寿医療制度加入前に被用者保険の被保険者本人であった方、これが約35万人でございます。それから同じく被用者保険の被扶養者であった方が約200万人でございまして、合計いたしますと最大で約625万人が見込まれるわけでございますが、この中には7月の政令改正によりまして口座振替に切り替える方も入っております。合計625万人だと。で今までですね、後期高齢者医療制度での天引き対象者は830万人です。だから65歳以上の国保で4月から天引きされていた方が54万人です。だから884万人だった、これが10月15日に1500万人に拡大するわけです。大臣、これね、まさに 10.15 ショックってことになるんじゃないかと私は思うんですね。で大臣ね、後期高齢者医療制度に対する怒りはなお全く収まってないんですよ。でそういう中で物価は今急騰しているわけです。年金は据え置きのままなんです。そういう時に800万人が1500万人に、天引き対象が2倍近くにこう10月15日拡大をすると、これが国民の理解を得られると思いますか。私は今これだけね、怒りが高まっている中であれば、この拡大ぐらいせめてね、延期するという決断があってしかるべきだと思いますが、大臣いかがですか。特別徴収、つまり天引きではなくて普通徴収と
という形も認めるように、すでに7月8月の段階でそちらも選択できますよということでお知らせをしております。その周知徹底が十分できたかというと、知らなかったという方もアンケートを取ってみるとおります。しかし一応そういう手を取って選択できるという形になっていることはご理解いただければと思います。小池君。選択だっていろんな条件があるしね、実際これが出たからみんな歓迎するなんて声全然出てないわけですから、実態としては、ね、怒り収まっていない。今報道されるところでは解散総選挙の日程等も、ね、こう報道されている。でそうすると選挙期間中に、ね、これだけ その1500、1000万人超える、天引き対象2倍かということになると、私は国民の審判が厳しく下されることになるだろうというふうに思います。中止すべきだということを改めて申し上げたい。それからもう一点、これも差し迫った問題なんですが、8月18日に共産党の議員団として社会保険病院、厚生年金病院について公的病院として継続できるようにという申し入れいたしました。で現段階でどういう扱いになっているか説明してください。大臣、今おっしゃった社会保険病院、厚生年金病院については地域の医療を損なわないだという、その大原則のもとに対応したいと思っています。小池君。いや、その9月12日に独立行政法人の評価委員会に諮ったって話あるでしょ、そこを言ってくださいって言ってるんです。松添大臣。要するに社会保険庁がなくなりますから RFO に行くということをですね、そのことを申し上げればいい。ちょっと意味がわからない。ちょっと私がそういうふうに判断をしたもんですから、局長の方でもし答えることができれば、ないしは社会保険庁。いいですか。いや、小池君。大臣おっしゃるように地域の医療を損なわれないようにするということは、これは大事なことであります。でしかし一方で何がやられているかというと、9月12日に厚労省の独立行政法人の評価委員会に中期目標の変更案が諮られているんです。で要するに RFO に移管するということでね、こうそういう方向に向けた準備が進んでいる。でその根拠は何かというふうに役所に聞くと、与党の合意だって言うんです。しかしね、与党の合意って言うけど、その与党のね、福田政権が今政権投げ出してるわけじゃないですか。で解散総選挙だって言われてる状況なわけじゃないですか。そういう時にね、地域の住民の皆さんみんな不安に思ってるんですよ。これ RFO 整理統合対象になると、これ潰されるってことになるんじゃないかということでね、RFO じゃなくて公的にしっかり、ね、支えてくれっていう願いを持ってる時に、こういう、いわば政治的空白時期にこう勝手にね、厚生労働省の内部でRFO に移管するってことを決定しちゃっていいんですかと。だから厚生年金病院について言えば、これは法的には日本年金機構の発足まではこれは社会保険庁として保有が可能なはずです。だから社会保険病院についても当面は新法人の全国健康保険協会が保有することも、これは法的には可能なはずなんです。で私ね、このずっとということじゃなくて、 とにかく今言いたいのは、今こういう政治情勢なわけですよ。でそういう時にね、住民の皆さんはね、これ RFO じゃダメだって声を上げているときに、私はね、とにかく RFO の出資強行しないで当面の回避策を取るという政治の決断がね、今必要なんじゃないかというふうに思ってるんですが、大臣いかがですか。松添大臣。先ほどの RFO の件ちゃんと説明しないで説明していただいてありがとうございます。それで議員内閣制ですから、我が国は、私は与党の合意に基づいて政府として対応するということを言っておりますので、与党の方ときちんとこの協議をした上で今の小池委員の意見も参考にしながら対応を考えていきたいと思っております。小池君。いや、今日の与党が明日の与党じゃないかもしれない状況の中でね、この9月の末に見切り発車することは許されないと私思いますよ。ここはね、やっぱりね、政治的判断でこんな乱暴なことやるべきじゃないと、回避をすることを求めます。